おはようございます先祖です八月二十三日朝会よろしくお願いします、えー、まあ一言で言ってジャクソンホール前で公募キイベント前で公募キということですよねえっ、ー、とアスパウエル fr ベギチョ11時五分ぐらいですかねあのー、夜中ですが夜ですが、えー、発言をするということと、まあ、株式市場だと今流行りのネタとしては nvidia まあ 今流行りの株です、ね、NVIDIA の決算が今日行われるということで、まあ、そこら辺を前にして、えー、ちょっと好動きかなという感じですよね。まああのー、ここまで日経平均、まあ、日本株が落ちたり為替が動いたりっていう材料の一つにやはりこのジャクソン・ホールでフェードからタカ派的なメッセージが出るんじゃないかなかなか金利が、まあ、仮にあと1回利上げしたとしても それが高止まりの期間がずっと続くんじゃないか、まあ、そこら辺を嫌気した部分ってあると思うんですよね。あと、中国問題ですか、まあ、先週ぐらいから中国の、うん、景気の弱まりであるとか、人民元安であるとか、えー、いろいろな不動産バブルが炸裂したんじゃないかみたいな、そんな話が、ちょっとマーケットを少しボラテリティ高くしてたところなんですが。 まあそれもちょっと一服かな中国問題もちょっと一服かなという感じでまあ個人的には僕中国バブル破裂してリーマンショックみたいなことまでに行くとは全然思ってないんでまあむしろ逆にそうならなくてもずーっとだらだらと割とこのななんていうのかな不,動不良債権処理と中国の景気の減速っていうのが少し長引く可能性っていうのはそれはそれであるんじゃないかなみたいな。まだちょっとっああののもう少しあの 研究してみないと分かんないですけどね、うん、ファーストインプレッションだとそんなイメージを持っています。で、昨日は人民元の下落が一服ということで、まあ、ここらへ、まあはあのー、当局が減安に向けた措置を強めたり、あのー、国有銀行がオフシュア人民元の流動性を吸収したということで、人民元の売り持ちコストが上昇しちゃったんですね、まあ、なかなかこういうのがあると、えー、と人民元売りをできなくなるとか。 いうのがあるのと、あと昨日は基準値を円高方向に結構設定したってこともあって、まあこれ人民元なんですが、こう一服上昇一服っていう感じになりましたよね。はい、そんな感じでございます。あと7月の米中古住宅販売が416万から407万件、これよ予想415万件だったんで。えー 前月比マイナス2.2%、まあ、その前はマイナス3.3%だったんで、ちょっとやっぱりまだ中古住宅販売さえないですよね、まあ、こんなふうになってて、うん去年からは16.6%販売が落ちてる、あのマンスリーでは2.2%落ちてるということで、中間値が40万6700ドルっていうところですよね、まあ、5600万円ぐらい。 なんですかね、これ、まああのー、前年比では1.9%住宅価格が上昇してますよ、在庫が3.3ヶ月ぐらいありますよということで、まあ、どうなんですかね、これ在庫、もう少しないと、あのー、なんか玉がないというか、ものがないんで、なかなか選びづらいですよみたいなのもあるのかもしれませんよね。うんはいまあ、そんな感じで、えー、中古住宅販売に関しては、あそんなような。 感じでございましたあとリチモンドレンギン製造業指数っていうのがございましてまあこれもマイナーな指標なんですけどマイナス9からマイナス7予想マイナス7っていうことでまあこんな感じになってますね。うんえー 6月がマイナス8、7月がマイナス9、8月がマイナス7ということで、まあ、若干改善してるかなというところですよね。出荷もマイナス5ということで、ニューオーダーもマイナス11ということで、マイナスではあるんですけど、若干こう改善の傾向が見られるよというところですかね。うんうんまあ、ここら辺ちょっと、あのー、他の ところとのこの項目が違ってて面白いなとは思ったんですけどね。うん。エクスペクテーションの方もちょっと改善してますよね。あの、先行きということで。まあまあ、良かったのかなと。まあよ、よくはないけどあのそれ、あの、労働者の賃金も上昇してますよね。うん。まあ、そんな感じになってたようです。 えとスタンダード・アンド・パーズが複数の銀行の格下げっていうのがあって、まあ、これでちょっとあの銀行株なんかはよろしくなかったっていう感じですね昨日のニューヨーク市場ですね、うん、で、えー、とまちまちの動きになったんですがあの銀行株指数なんかはあ、まあ、下落ということで KBW ・地銀株価指数っていうのがマイナス 2.7%ということで、あと SP500 の銀行株指数はマイナス2.4%というところですね。うんえー、っと株価に関しては、うんとまあ、株価はちょっと後でやりましょうで。あと長期金利が高止まり、2年債が4.99から5.04%、10年債が4.34から4.33%ということで。 まあ先ほど言ったように銀行格下げと小売りの決算がちょっとイマイチだったっていうのが株価にとってはマイナス材料だったみたいですね。うん、こんな感じでダウは0.5%安、174ドルぐらいですね。ナスダックが まあ小幅に上昇0.06%、SP500 が0.28%下落、ラッセルも0.55%下落ということで、まあ、こんな感じになってますよね、n i d i a 今日決算なんで、2.77%、昨日は下落ということで、あと銀行が総じてちょっと悪かったですよね。うん まあなんとなく、うん、昨日はさえない展開が続いたかなということで、まあ、ジャクソンホール前ですしあのー、まあ、こう動きですよね。うん、えっ、ー、となんか百貨店のおーメーシーズが急落したみたいな感じですよね14%ぐらいや安かったのかな、うん、そうなんですね。うん、はい、えっと まあそんな感じでうん銀行がよろしくビックス数は零点一六ポイントパーセント下落して十六点九七パーセントですねうんはいえあとは即指数半導体数も零点九三パーセントの下落ということでえまあこんな感じになりましたあとは日経新聞 うーんあんまりこれといったニュースがなかったかなという感じですね。うん、まあ巨大投資家に潜在力 GPIF 運用会社の育成を弱くみたいな、まあ、そんなニュースなんですかね。ブルンバーグ、今朝の5本なんですが。うーん まあ、NBA ディアが決算ですね、今日ね。うね。まあちょっとこれがね、その株価にとって、N、まあ、1企業であるんですけど、流れ変えちゃうと嫌ですよね、今日あの明日ジャクソンホールもありますしね。 あと、リッチモンド連銀のバーキン総裁はインフレ目標を途中で変更し始めれば米金融政策の当局は信頼を失う恐れがあるよといったことで一応2%のインフレ目標じゃないですかまあこれを中立金利を引き上げるんじゃないかという議論もあってまあそういうことをすると本来であれば2%まで引き下げなきゃいけないのにそれをゴールを動かすのは 信頼を失うよっていうような話なんで明日そこら辺をパウエルさんどういうふうに裁くのかっていうのは注目ですよねこういう具体的なインフレ目標とかそういう話になるとマーケットちょっと動く可能性があるんで、まあ、明日はちょっと注目やっぱり高いですよね、うん、あと債権投資をフィレディティが債権を組み入れを増やすみたいなファンドマネージャーの話ですね 雇用統計が大体1年間で50万人ぐらい雇用者数を下方修正するんじゃないかというところですね、まあ、50万人って結構でかい数字ですけど、うん、月ベースにすると4万人ぐらい、うん、ただ、全体的に見るとアメリカの雇用好調なんで、うん、それを吸収できるんですけど、本当に改定するとなると、どういう影響を受けるんですかね。うん あとは銀行が、えーまあ、なかなかちょっとよ、あのーうん、よろしくないといとう感じですよね、うん、金利上昇、やっぱり、うん、貸し手にとってはこれ貸し出し金利が上がる一方借り入れコストも上昇していくよというところがあるので、まあ、ここら辺 あの銀行にとっては致し返しですねというところですねあと銀行の為替トレーディングディスクがこれ一番あのデスクがこれ一番僕が興味今日あったんですけど市場のボラテリティが低下してるんでそれに伴って銀行の利益が圧迫されてますよという話ですねまあ実際去年に比べると確かにあの非常にあのボラテリティー低いんであのなかなか まあ皆さんも僕も結構そのエントリーするチャンスっていうのが難しかったりしますよね。まあこんな感じでこれ銀行のお FX の収入なんですけど2018年19年20年がやっぱり動いたんで結構大きかったですよね。で21年22年も大きくて、えー、今23年こんな感じということでまあでも、うん、半分でこのぐらいでで30これ 単位なんで30ビリオンか、えー、あってこれ場合になったらここら辺まで来ればまあそんな悪くないかなみたいな <laughs> あの気もするんですけどまあ年後半どうなるかっていうところではありますよね。うん、ここら辺がが僕はは興味が今日はありましたで、えー、10年債利回りが、まあ、こんな感じで4.3%ぐらいで終わったんですけど比較的こう高止まりですよね。 2年債も2年債はじわじわ高かったですね、うん、高値圏で終わったというところですで日経平均、えー、と3万2000円付近まで行ったんですけどやっぱりちょっと落ちちゃいましたねこれあの米国株も弱かったっていうこともあるのかなということで、えー、やっぱりちょっと3万2000円は超えられずの まあ3万1200円ぐらいこれ先物なんですが3万1200円のところからえ2日間ぐらい上昇してきてというところなんでまあ今日東京市場でどうなるかというところですねちょっと500円付近あのこうサポートできればまだレンジなのかなって気もするんですけど500円あたり割ってくるとちょっとまた下っぽい雰囲気になっちゃうかもしれないですね。 ああとはドル円まあ、見事にこれ週刊ピポットなんですけどあのー、週刊ピポットのレジスタンスが146円の4三と週刊ピポットが145円の五4ということで昨日は見事にその間で、えー、のレンジになったああのー、まあ、デイリーピポットも145円の92だったんでまあ、そこを中心の動きになっ たのかなという感じですね。まあ、これえっとオプションもえっとあるんでオプションがの動きもありますよね。うんオプションに関しては強圧日日うというか浅さってですねえっと強圧ですね。まあ強圧もまだ大きい,い,いオプションあるんでえっとそこら辺がえで、えー、レンジになってしまったのかなと。 い、うん、いうとところだと思います今日もデイリーピポットが145円の急2ということで、まあ、ここを中心に145円の4号から146円の3号ぐらいなやっぱりこの週間ピポットのレジスタンスとピポットを抜けないと何とも言えないですよねちょっとレンジになりそうな感じなんで、まあ、これはオプションも絡めて明日までオプション大きいなのが残ってますので、まあ、それの影響を受けるのかなという感じですね。 ユー,ロドルまあ、ユーロドル下げましたね、こちらは。あのー、こちらもデイリーピポあ、週間ピポットの1.0890を追われて、えー、下落が加速ということで、ただ、週間ピポットのサポートの位置では止まりました。まあ、サポートの位置とレジスタンスの位置の割と間でこう推移したかなというところですね。ドルインデックスの方が、まあ、ちょっと上昇したんで、えー、こちらもドルが強かった。一方、ユーロ円の方は、 まあこんな感じで159円で40まで上昇したんですが、えー、ちょっと下落しましたね。うん、こちらも週間ピポッと下抜けしてきていますと。まあ、そんな感じで、えー、ございます。はい。えっ、ー、と、今日のところなんですけど、 途中、はいえー、ニュージーランドの小売上高とか製造業 PMI が出,出ましたね。まあ、若干悪かった感じですよね。うん、まあ、小売上の方は悪,悪,、まあ、悪かったですね、うん。ニュージーランドドルどうでしょうね。うん、これを受けて、あまり、まあ、若干。 若干下落したかなという感じはするんですけど、あまり大きな動きになってませんよね。うん、こちらも週刊ピポットの0.5940あたりがこう一応サポートされてるという感じですね。<laughs> え<ー>っと <laughs>、すみません。あと日本の PMI と、そうですね、今日、あの月末。 に近づいてきたんで先進国のま PMI の1回目がで出だしますので、まあちょっとそこら辺、今日は注目されますね。あとは、うーん、そうですね、アメリカも製造業と,えーとサービス業の PMI が出てくるということで、あと新築住宅販売が23時にありますね。あと建設許可件数。 えっとあとカナダの小売売上高というところであとはまあ20年歳の入札もありますねあとエ v ビディアの決算ということで、まあ、ここら辺が今日の注目材料になるかと思いますはい、えー、ということで、えー、日経平均に関しては、えー、っと3万2000超えられなかったんでまあ3万1000円台中盤が サポートできるのかかどうかここが注目ドライに関しては、まあ、ジャクソンホール前であとオプションもあることを考えるとちょっと145146の中盤のこの145の中盤から146の中盤のこのレンジを大きく抜けるのは まあ明日まで難しいかなという気もしないでもないんですけど、まあ、抜けると次が144円の5丸と147円の4っというところが次の週間ピポットのサポーレジになりますので、まあ、そこら辺ぐらいまでの動きが予想されるというふうに考えています。 はい、えー、ということで、えー、今日のところは、まあのー、イベント前なんですけどまた動きが出てくるかもしれませんのでそれに注意しながらということで,です、はいえー、この動画よければいいねボタンとチャンネル登録まだの方がいらっしゃればぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。